よいしょ。今日は、ポケットモンスター、ソードシールドをやっていきたいと思います。ソードはやったことあるから、今日はっていうか、今回はシールドをやっていきたいと思います。うるはさんは、でも悪タイプだな、イメージ。あ、ズルズキンちょっとわかる。てか、ズルズキンめっちゃ好きなんだよな。ズルックがめっちゃ好きでさ、ああいうポケモン好きなんだよな。うわ、出た、サッチムシ。こいつ可愛くないな。お宅だから親近感やめて。メガネなだけやん。サッチムシちょっと私じゃあ、あいつ一度セルファーにする。でも絶対最後までいないよ、あいつ。申し訳ないけど、絶対殿堂入りまでいない。似てるってだけで望んでないからやめてね。わかった。はは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 、かわいい。ネギがないとそこ。ネギは武具であり食材。ガチでおもろい。ポッポ君には勝てなかったが、君なら勝てそうだ。まあ、舐めてんのか。簡単このさ、美女さ、おかしいよな、これ。なんでこんなかっこいいねん。マジで好きすぎる、この短パン小僧。短パン小僧ってもっとなんか、違うだろ。ディスコさんやめて。え、見て、かわいい。え、こっち、え、かわいい。え、こっち見て、どれかわいいね。かわいい。かわいい、マジで。え、マジでかわいい。は？いちいちこっちちゃんと向いてくんのめっちゃかわいいんだけど、なんなん？こいつ好きなの珍しい。こいつって言うな、ビートくんって言え。お前、タイムアウトするぞ。これ、シスコさんって言ってるやつ全員タイムアウトするぞ、マジで。ふざけるな。ビートくんのことをね、なんかね、分かってない。ガキだね。マジで。ビートくんの良さは分かんないやつはガキ。私、マジで、剣盾出た時に、ツイッターの二次創作タグ、めっちゃ漁りまくって、マジで毎日ビートくんのこと探してた。マジで毎日見てた。いや、ツイッターだよ。ツイッターと、まあ、ピクシブはまあ、でも私もあんまピクシブ見ないんだよな。なんか昔は見てたけど、なんか最近は別にピクシブを開くっていう日課はないね。ファンティアは、やめようよ、この話。お前が始めた物語だろ。いやでもさ、みんなさ、そんなさ、好きなさ、Sさんとかいるでしょ？ねえ、お金払って見てるよね？そんなさ、なんか私だけが悪いみたいな言い方するけどさ、みんなさ、お金払ってさ、好きなSさんがいたらさ、見てるよね？そうだよね？誰のに入ってるんですか？教えられるわけないだろ！ふざけるんじゃないよ、ほんとに！そんなの配信でやるわけないだろ！は？別に、は？そうだけど？別に、お金払って、いいだろ？別に。マジで、これ、ちょっと、今度、マジで、言おうと思ってたんだけど、オレアポとかの、くっついてるさ、イラストとかさ、タグつけて投稿するのやめてほしいんだよな。きつい。二次創作ってさ、自分でさ、個人で見る分にはさ、なんか、ピクシブとかに投稿する分には全然いいんだけど、イラストタグにね、投稿するのガチでやめてほしいんだよな。ガチできつい。見てるこっちもきつい。どうしても、イラストタグは見るからさ、二人で仲良くさ、ピースイエーイみたいなのは全然いいんだけど、接触しているものはちょっとやめてほしいよね。抱きついてるイラストとかさ、描いてもらってるうちが花、多分こういうやつがね、つけてます。イラストタグに、タグをつけて。許せない。お願いだからね、マジで結構本当にやめてほしい。
そう、節度をね守ってね楽しんでくれる分には全然いいんだけどね。かわいい。ねえこの顔かわいすぎなんだけど。ねえかわいい、この顔かわいい。ねえ見てこの顔。うわー、かわいい、かわいいよ。こ BGM もいいんだわ。このクソなめぎな可愛いんだよな。はあ、最高。ね、何その顔。あ、もうこの指パッチンがさ、可愛い。可愛い。さっさと終わらせてくださいよ。倒、早く倒してほしいってこと？可愛すぎる。なんかさ。なんかもうやらしいわ、普通に顔がやらしい。あ、怒ってる、かわいい。これだよね、本気じゃないよね、かわいいね、本気じゃないよね、かわいいね、そうだよね、そうだよね、またね、バイバイ、かわいいね。生意気ショータ最高だな。でも私飲み会とかでピカチュウの真似できまーすって、あのピカチュウ、アニメピカチュウの真似する女が一番嫌いやねん。しかもあんまり似てないやつだとなおイライラします。この話出したデビューしてからずっと言ってる気がするわ。男もしんどいだろこいつ。や、もっとお前は野生の心を持ちなさい。そんな知らない人についてったらダメ。甘いねでしたな。は？50歳は言い過ぎだよね、これ。ハズボ好き。マジで可愛い。よし、じゃあ今日はこの辺にしときますかね。というわけで、また次回のポケモン配信でお会いいたしましょう。お疲れ様でした。バイバーイ。